48チーム8メンバー。そんな彼女たちが有名アスリートの一押し地元グルメを紹介。題して今週のミラモン飯。今回やってきたのは奈良県天理市。天理市ゆかりのアスリートといえば、2015年南アフリカ戦勝利の歴史的快挙を挙げたラグビー日本代表副キャプテン立川春道選手。今回そんな立川選手が大好きな地元グルメミラモン飯を紹介してくれるのが、AKB48 チームメイト奈良県代表の大西桃香19歳になりました。覚えてたよ。奈良県方言クイズイエーイ。松崎さん、ちょっと立ってみてください。これから私が言った通りに動いてくださいね。いきますよ、はい、チョコボール。チョコボール。え、5、4、3、2、1。そうでしょ。正解はじゃがもっていう意味でした。わかりましたか。何ですか今の。なんかちょっと震えるみたいな。ということで早速立川選手一押しのミラモン飯が食べられるお店へ。立川選手が大学時代に通っていたジャンタカさん。立川選手おすすめのミラモン飯はこちらです。めっちゃ大きい。でかい。ソースジャンタコジャンボ皿1090円。たこ焼きの大きさは通常のおよそ 1.5 倍。お店秘伝のソースをたっぷりかけた王道のたこ焼き。なんと立川選手は3人前の24個をペロリと食べていたんだとか。それでは桃香ちゃん食レポよろしく。熱い熱い。外がカリッとしてて中がトロトロですっごく熱々で美味しいです。一個一個がほんまに大きくてこのボリュームなのでいっぱい入っててお腹いっぱいに食べれそうです。ごちそうさまです。そして今回も店員さんにこのお願い。これから私頑張って超有名なアイドルになるのでこのお店に私のサインを置かせてもらってもよろしいでしょうか。もちろんです。いただきます。ありがとうございます。ということでこちらのお店にも未来のスター探しを協力していただくことに。お腹もいっぱいになったしサインも飾らせてもらったし未来モンスター探しに行ってくるでー。来週は一体どんな未来モンスターが登場するのでしょうか。お楽しみに。